ボードゲームの王様、あの人生ゲームがさらにさらにパワーアップしてプレイステーションで登場。デラックス人生ゲーム。人生は運次第、運が全てを司る。これは現実もゲームも同じ。一度はやりたいあんなこと、これだけはいけない、こんなこと。普段考えているすっごいこともゲームならばやってみることができる。ただしゲームではルーレットがあなたの運命を決める。思いと祈りを込めてルーレットを回せばきっとあなたの運命も開けるはず。デラックス人生ゲームではスタート前にあなたの顔や車を選ぶことができる。自分の顔そっくりの容姿にすることもできるし、あなたの理想の容姿にすることもできる。そして多彩なイベントがあなたを待ち受けている。ゲームだからできる無謀な選択も人生ゲームの面白さ。アイドル歌手を目指したり、金髪女性へのプロポーズ、はたまた一流大学を目指してみるなど、もう一つのあなたの人生をかけていろんなことにチャレンジしよう。しかしうまくいくかどうかはあなたの運次第。またデラックス人生ゲームにはそれだけで遊べるミニゲームやパラメータをやり取りする恐怖のイベントがある。ここでもあなたの運が試される。お待たせしました、ナムコゲームエクスプレス。今回もビシビシ新作紹介するぞ。それじゃあそろそろ行ってみよう。まずは超話題作鉄拳2。鉄拳の続編だから鉄拳2、わかりやすいよね。新たにジュンとレイが加わってさらにボリュームアップ。もちろん前作からのレギュラー陣も負けてはいません。立ち技寝技が乱舞する狂乱のバトルフィールド。流れるようなコンビネーションでグッとハイテンションな戦いが楽しめます。忘れちゃいけないミシェールの太もも、うなるポールの新技ハザクラ鉄器、おっとどっこいニーナのカニバサミ、それしか見てないのか。そしてキング必殺ワンダホーメキシカンコンボ。プレイステーション用ソフト鉄拳2、3月29日発売予定。続いてこれも話題作ギャラクシアン3がなんとお家で楽しめる。いい時代になったね。どうも。さらにワイドテレビにも対応、横長大迫力。加えてオリジナルシナリオライジングオブガーブも収録。ということは2本立て。おまけに最大4人同時プレイ可能。なんたる贅沢。日本はこのままでいいのか。まだまだ。自分自身のプレイを記録して自分自身と一騎打ちもできる。あ、それなら友達いなくても平気だよね。そういう遊び方は寒いからやめましょう。それより友達作りなさい。プレイステーション用ソフトギャラクシアン3、4月26日発売予定。で、最後にナムコミュージアムボリューム3。すっかりおなじみゲーム界の幕の内弁当。今回はギャラクシアン、ドルアーガの塔、ディグダグ、フォゾン、ミズ・パックマン、ポールポジション2が収録されています。ああ、ギャラクシアンといえば17年前、僕の生まれた年でした。おいおい、幼い頃から人より高いところが大好きで、バーヤと一緒に砂遊び。なんでやねん。分子科学で博士号を取り、今じゃ立派なトップレーサー。いやー、思い出すな。ええ加減にしなさい。プレイステーション用ソフトナムコミュージアムボリューム3、近日発売。で、プレイステーション用にスポーツゲームも準備中。乞うご期待。今後ともナムコをよろしくお願いします。参ったか。ナムコスーパーファミスター5。
あのライトファンタジーノベル界の人気作品新フォーチュンクエストがついにプレイステーションでゲーム化。今回の彼らの目的は農作物を育てること。そして彼らの前には様々な試練が。今回お料理ブックや深澤先生オリジナルミニストーリーがおまけについています。しかも限定版の中身はもっと豪華。詳しくはプレイステーション取扱店でお尋ねください。フォーチュンクエスト食卓の騎士たち、96年夏発売予定。6月には小説の3巻も発売予定。がついにゲーム化決定。くるぶし兄弟劇場第1巻麻雀編セガサターンで5月下旬5800円で発売予定。本格的4人打ち麻雀でよ。ゲームゾーンのユーメディア解放し、くるぶし兄弟を見た人は知ってるかもしれんけど一般の人にも知らせなあかんということで番外編です。あうあう、そうなんや。ところで何を知らせんの？これやがな兄ちゃん、なにこれ。わしらがゲームになったんや。忘れたんかいな。くるぶし兄弟劇場第一巻麻雀編やがな。ああ、そうでした。忘れてたんとちゃうがな。覚えてなかったんや。なんやそれ。トリオ4人打ち麻雀のことやろ。分かっとるんやないかい。モードが3つあって。内容は分かっとるんか。ここが分かれへんねん。もうええっちゅうねん。フリー対戦。これはやな、対戦相手をやな、いろんなキャラクターの中から選択できるモードや。僕らがそのうちの二人やね。そういうこっちゃ。ストーリーモード。これはな、さっき言うたいろんなキャラクターのストーリーが見れるわけや。勝つとストーリーが進むわけやね。せや、わしらのストーリーもあんねんぞ。見られたら恥ずかしいけど見てほしい。なんじゃそりゃ。失礼しました。あのくるぶし兄弟がついにゲーム化決定。くるぶし兄弟劇場第1巻麻雀編セガサターンで5月下旬5800円で発売予定。本格的4人打ち麻雀でよ。ゲームゾードのユーメディア。くるぶし兄弟テレフォンショッキング。あの、もしもし、もしもし、あれ誰も返事せえへん。もしもし、しもしも。いつまでやってんねんこのタコスケが。タコとちゃうで、タマ太郎やで。えい、やかましい、黙って。ええか、よう聞けや。聞いとるがな。このモードはな、
俺らの秘蔵グッズを紹介するモードやねんぞ。謎に包まれたベールが今解き明かされようとしてんねんぞ。あれも見せるんかいな。あれもこれもや。にゃん、恥ずかしいな。今度にせえへん？あかん。ちょっと待ってえな。待たれへん。ちょっと待ってよ。はい、待ちます。私たちにもちょっとも喋らせて。そうよ、ずっと舞台裏で待ってたのよ。行ってもいい？どうぞどうぞ。お兄たまどうぞ。それじゃあ言うわね。この度は我がくるぶし兄弟とかかと兄弟のためにお集まりいただきまして誠にありがとう。あのくるぶし兄弟がついにゲーム化決定。くるぶし兄弟劇場第1巻麻雀編、セガサターンで5月下旬5800円で発売予定。本格的4人打ち麻雀でよ。ゲームソードのユーメディア。あの大人気ソフト同級生が新たなゲームになって登場。プレイステーション用ソフト同級生麻雀。新シナリオの麻雀ゲーム、書き下ろしイラスト、君の勝敗によってストーリーが変わる。96年秋発売予定。乞うご期待。ゲームソードのユーメディア。カルチャーブレーン最新ゲーム情報。ニンタマファン、ゲームファンのみんな元気かな。今回はみんなの期待に応えて早くも登場、楽しさパワーアップのスーパーファミコンゲームソフト第2弾忍たま乱太郎2を私乱太郎が徹底的に大紹介しちゃうから楽しみにしてね。忍たま乱太郎2は価格大幅値下げの7800円で3月22日発売予定。何時、闇の子よ、血の契約に従いこの呪われた館の主となれ。テクモが送る世界初のトラップシミュレーションゲーム、呪われた館の主となり罠を使って侵入者を捕らえよ。モンスターを放ち侵入者を追い詰めろ。その魂を生贄として祭壇に捧げよ。全ては魔人復活のために。ゲームの中で君を待ち受けている呪いの 3D 世界、豊富なトラップ、そしてモンスター。君の望みは復讐か破滅か、それとも何時、望みを叶えたくばここへ来るがいい。
国名か。96年春、魔人復活。アルバート・オデッセイの壮大な世界観を継承した本格派 RPG が登場。勇者アルバートの活躍から数百年後の世界、主人公パイクとその仲間たちは世界を救い、アルバートを超える新たな英雄となり得るのか。セガサターン用ソフト、アルバート・オデッセイ外伝レジェンド・オブ・エルディーン、サンソフトのオリジナル対戦格闘ゲームがいよいよプレイステーションに登場。ネオジオやサタン版にはないオリジナルモードを搭載。個性あふれるキャラクターたちが画面狭しと暴れまくる痛快対戦格闘ゲーム。プレイステーション用ソフト、ギャラクシーファイトユニバーサルウォーリアーズ。パズル雑誌の老舗パズラー編集部監修によるおーちゃんのお絵かきロジック第2弾。今回はカラーお絵かきを含む333問を収録。おなじみおーちゃんの声は人気声優金井美香がキュートに熱演してるぞ。プレイステーション用ソフト、おーちゃんのお絵かきロジック2カラーもありますわ。この他にも上海グレートモーメンツ、ジュエルズオブジオラクル、必殺パチンココレクション4と充実のラインナップ。これからもサンソフトにご期待ください。サンソフト。はじめコレクション、色あることはサンソフト。テレビや漫画で活躍中の恵比寿義和監修の協定ソフトが登場。プレイステーション対応ソフト、恵比寿義和の大穴協定。ゲームモードは3タイプ。まずはレースモード。 3D ポリゴンにより再現された実在の協定場で、君は協定選手となって賞金王を目指せ。次にギャンブルモード。恵比寿義和のアドバイスをもとに全国の協定場を渡り歩き、各地で開催される重賞レースで大儲けしよう。そして協定データベース、全国24の協定場や代表人気選手のデータを検索できる。また恵比寿義和の協定入門教室も収録。監修恵比寿義和、協力財団法人全国モーターボート競争会連合会で送る本格派協定ゲーム、プレイステーション対応ソフト、恵比寿義和の大穴協定、こうご期待。
CR ミスパチプロ、ブラボー七福神、アドベンチャーツアーなどなど、平和の大人気機種9タイトルを完全再現。未だかつてなかったリアルパチンコシミュレーター、プレイステーション対応ソフト、ブラボー物語、お楽しみに。Jリーグエキサイトステージ96。Jリーグエキサイトステージ96は、前作までの優れた特徴を継承しながら新たな機能をプラスしました。 Jリーグの96年用ルールの採用や雨天のグランドパターンの選択が、さらにエキサイティングなゲームシーンを作り出します。96年を代表する新たなスポーツアクションゲームにご期待ください。エポック社 J リーグエキサイトステージ96。ルナシリーズ最新作、セガサターン専用ソフト、ルナシルバースターストーリー。メガ CD で圧倒的な支持を得たルナザ・シルバースターをベースに、あのルナが生まれ変わりました。主要なキャラクターや世界は前作から継承しつつ、リニューアルされたシナリオ、新たなキャラクターも登場。豪華スタッフ声優陣により華麗に蘇るルナの世界、ハードの能力をフルに生かした美しいグラフィックス、オリジナルアニメシーン、角川書店とゲームアーツが送るファンタジー RPG、 6月下旬発売予定。どうぞお楽しみに。
ばしたってその涙報えないよ。きっと迎えに行くから、微笑みは絶やさないで。約束は熱く強く、戸惑い断ち切って、人の振り返らないよ。目を閉じればいつだってすぐそばで見つめてるじゃない。夢で終わらせない、ちっぽけな願いでも、風を波にしてレールの上歩いて行こう。The evil demons of destruction. Only you can stop them. Biohazard. It's not just a game. あのアクションゲームで大好評のロックマン X シリーズがついに32ビット機に登場。ロックマン X3。定評の爽快感あるアクションに、今度はなんとアニメーションがドッキング。さらにリアルに、そして臨場感のあるアクションがプレイヤーを魅了する。 X を強化するパワーアップパーツや搭乗マシーンライドアーマーの進化、そして X の侵入でプレイヤーキャラとして人気の高いゼロの登場。好評のシステムはそのままに、全てをパワーアップしたロックマン X3。あの大ヒットアクションゲーム「天地を喰らう2赤壁の戦い」がついにプレイステーションおよびセガサターン用ソフトになって登場。三国志の中で今なお深く語り継がれる赤壁の戦いを操作性の良いアクションゲームに仕立て、人気漫画家本宮博の描くキャラクターで迫力のある戦いを再現。広大なる中国を舞台に、遥かなる歴史絵巻が今よみがえる。天地を喰らう2赤壁の戦い、プレイステーションおよびセガサターンにて発売。カプコン。スーパーファミコン版ロールプレイングゲーム赤ずきんチャチャ。さあ、チャチャ、リーやシーネちゃんと一緒に冒険へと出かけよう。キャラクターたちが生き生きと動き、水の上や雪の上、ほうきに乗ってヒュイーンと移動もできちゃうんです。ストーリー展開が早い。たくさんのエピソードがテンポよくどんどん進むから、初めての人でも気軽に楽しめちゃいます。ほら、こんなに大迫力で中身の濃いバトルを体験できるのです。愛と勇気と希望がいっぱい詰まったファンタジック逆アドベンチャーの登場です。
全て手に入れた。今宵君チャイナメイドドレス、クラクラした僕を誘う灼熱のファイヤーダンス。いつの間にか君に操られ、情熱の真っ赤なバラに首だけ牙を隠してる。ストレスがだんだんとたまる、ムカついて全部消しちまえ。灼熱のファイヤーダンス、意地を張ると帰ってお気の毒。やがてほらネバネバ操る娘、帰り討ちを浴びせながら。エヴァンゲリオン、今話題のテレビアニメエヴァンゲリオンがアドベンチャーゲームとなって早くもセガサターンに登場。ゲームは前編がアニメーションで展開し、要所での行動選択によってストーリーが様々に変化するマルチシナリオ方式。もちろんアニメスタッフの手による完全オリジナル、またアニメと同じ声優陣が参加するなど原作の世界観を忠実に再現している。セガサターンならではのクオリティの高いアニメーションが魅力の新世紀エヴァンゲリオンは5800円で3月1日発売予定です。新次君、新次君、返事をして。ワールドアドバンスド大戦略作戦ファイル。シミュレーションファンから絶大な支持を得たワールドアドバンスド大戦略鋼鉄の旋風の続編がついに登場。基本システムは好評だった前作の流れをそのまま引き継ぎ、ファンからの要望が多かったソビエト軍プレイのキャンペーンモードを新たに追加。またスタンダードモードの充実を図り、過去の大戦略シリーズの中でも傑作と言われた名作マップも収録。さらにソフィン戦争などこれまで大戦略シリーズでは取り上げられていないマニアックな戦場も用意されている。フルポリゴンによる戦闘シーンが総監のワールドアドバンスド大戦略作戦ファイルは4800円で3月15日発売予定です。ドラゴンホース。100対100にも及ぶ大迫力の群衆バトルが魅力のシミュレーション RPG。 120名を超える登場キャラの一人一人が持つ物語で、戦局が様々に変化していく。戦闘はリアルタイムのシミュレーションで、シナリオは RPG ライクに進行。 RPG ファンもシミュレーションフリークも納得のソフトだ。また師団の移動は全てリアルタイムで行われる。そのため待ち伏せや挟み撃ちなど知略を生かした戦略を展開できる。さらに武将にはそれぞれのキャラクターに合わせた必殺技や魔法が与えられており、敵の武将技を考慮した戦略を立てることも重要だ。多彩な戦闘フィールドも魅力のシミュレーション RPG ドラゴンフォースは5800円で3月発売予定です。ビクトリーゴール96。ポリゴンで表現されたリアルな選手たちがフィールドを駆け回る超人気サッカーゲームのビクトリーゴールが J リーグの最新データを搭載してついに登場。実際のサッカー選手たちの動きをモーションキャプチャーによって収録。超リアルなアクションがフィールド狭しと体験できる。
して諦めたりなどしない。センタリングからのダイレクトプレーやディフェンダーのオーバーラップ、スルーパスなどの高度なプレーも簡単に出せる。ダイヤモンドサッカーの金子勝彦の実況や元横浜マリノスの木村和司の解説が熱い試合を再現するビクトリーゴール96は5800円で3月28日発売予定です。パンツァードラグーンツバイ、超華麗な 3D 世界で展開される360度打ちまくりのパノラマシューティングが帰ってきた。昨年発売されて大ヒットとなったパンツァードラグーンが新要素を追加してさらにパワーアップ。今回の物語は恒星生物のブリーダーである少年と辺境の地で生まれた翼を持つドラゴンとの成長がテーマ。ストーリーとともにたくましく成長していくドラゴンがさらなる魅力を引き出す。もちろん360度のパノラマシューティングは健在。今度は空中だけでなく地上でのバトルもあって上下方向への内訳も大幅に増えている。コース選択によって全く異なる戦闘が展開するパンツァードラグーンツバイは5800円で3月発売予定です。料理の鉄人キッチンスタジアムツアー。フジテレビのヒット番組が美味しく凝縮されて登場。 CG で再現されたキッチンスタジアムを歩きながら鉄人のデータを調べられる。名場面や挑戦者のお店紹介とこれ一つで究極料理の全てがわかる。50問のクイズに正解するとオリジナルグッズが当たる料理の鉄人キッチンスタジアムツアーは5000円で2月23日発売予定です。プロ麻雀極め S セガサターンにいよいよ登場。プロ雀士16名が対局相手。本格派4人打ち麻雀を実現。プロ麻雀極め S アテナ。指輪に封じ込められた強大な力をめぐり、それぞれの思惑が複雑に交錯する。その指輪をはめた者が君となる。プレイステーション用ソフトリングオブサイアス。アテナ。あのステークスウィーナーが装いも新たにレオジオ CD に登場。ステークスウィーナー G1 完全制覇への道、3月下旬発売予定。フットサル 5on5 ミニサッカーフットサルをザウルスが初のゲーム化。フットサルレオジオ CD で今春発売予定。マルチストーリーシューティング超絶ブリキンガー剣山。 CG バトルアクション新王国ついに登場。ザウルス。シード風水回廊機。プレイヤー自身が自由自在にダンジョンを作りフィールドを展開していくゲームなのです。
シナリオは1話完結の話が並行してつながっているマルチシナリオ、マルチエンディングで進行。各シナリオをプレイしていくうちに、ヒロインの行動、竜の存在、主人公の状況など様々な謎が解けていくのだ。またカオスシードには派手なグラフィックのリアルタイムバトルや地下世界でのいろいろなイベントも用意されていて、楽しみが盛りだくさん。全く新しいタイプの RPG が君の挑戦を待っているぞ。マシンのデッドヒートバトル、1000分の1秒争う究極のレース、シリーズ最新作スーパーファミコン04チャンプダブル RG。 ファンお待ちかねの新台続々登場。人気沸騰平和パチンコワールド3、充実のラインナップは CR 龍神、横綱伝説、ブラボーストライカー、ブラボーガール2の人気4機種、学習情報機能もさらにグレードアップ。大当たりの興奮我が家に実現。平和パチンコワールド3、省エイシステムがお届けします。おなじみのキャラクターも大活躍。コミック版オリジナル変身ムービー、しかもおまけ CD 付きよ。欲しい。アドベンチャーゲームソフト爆裂ハンター IMAX。 ねえダーリン、私たちもゲームになったんだから二人っきりで遊ぶ。なこと誰が決めたの。私を怒らせたわね。アドベンチャーゲームソフト爆裂ハンター、コミック版変身ムービーよ。 IMAX。 今一人の男が動き出した。闇からの訪問者ダークビジターを狩るために、傑作 RPG ソフトサイバードーン、4月発売予定。 IMAX。
未来都市を舞台に繰り広げられるサイボーグの戦い。傑作 RPG ソフト、サイバードーン、4月発売予定。 IMAX。あの伝説のヒット作ハイパーオリンピックが96年夏帰ってくる。アトランタオリンピック公式ライセンスゲーム、ハイパーオリンピックインアトランタ。世界12カ国のトップアスリートたちがワールドレコードを目指して11種目で競い合う。より速く、より高く、より遠く。現役選手協力のモーションキャプチャーによってリアルで力強い動きを再現。ハイパーオリンピックの興奮が大幅にスケールアップして帰ってきた。目指せ全種目制覇、目指せワールドレコード。ハイパーオリンピックインアトランタ、96年夏開幕。続々ラインナップ、エキサイティングなスポーツゲームはいつもコナミから。 From Konami。 あの伝説のヒット作ハイパーオリンピックが96年夏帰ってくる。アトランタオリンピック公式ライセンスゲーム、ハイパーオリンピックインアトランタ。世界12カ国のトップアスリートたちがワールドレコードを目指して11種目で競い合う。より速く、より高く、より遠く。現役選手協力のモーションキャプチャーによってリアルで力強い動きを再現。ハイパーオリンピックの興奮が大幅にスケールアップして帰ってきた。目指せ全種目制覇、目指せワールドレコード。ハイパーオリンピックインアトランタ、96年夏開幕。続々ラインナップ、エキサイティングなスポーツゲームはいつもコナミから。 From Konami。 あの伝説のヒット作ハイパーオリンピックが96年夏帰ってくる。アトランタオリンピック公式ライセンスゲーム、ハイパーオリンピックインアトランタ。世界12カ国のトップアスリートたちがワールドレコードを目指して11種目で競い合う。より速く、より高く、より遠く。現役選手協力のモーションキャプチャーによってリアルで力強い動きを再現。ハイパーオリンピックの興奮が大幅にスケールアップして帰ってきた。目指せ全種目制覇、目指せワールドレコード。ハイパーオリンピックインアトランタ、96年夏開幕。続々ラインナップ、エキサイティングなスポーツゲームはいつもコナミから。 From Konami。
それ待ってたの。ピンキッシュフローレア。スーチースティックだからやったね。やっぱり恋いたしよう。ペキちゃんこそ皮も出せい。涙は出せい。キッチンスーチースティック。フランキュー、やられ。50だいぶ乗り込んでいるようですし、ジャレコ、ステーションでいよいよ登場。ヤノマン。ヘーダリメイク。サターンとプレイステーションでいよいよ登場。ヤノマン。ジーマスフィッシング。美しいグラフィックスと実際のタックルによる迫力のファイトシーンはアングラーの魂を熱くする。サターン用ソフトジーマスフィッシング好評発売中。高速戦闘ヘリサンダーホークが今出撃する。超体感 3D シューティングサンダーホーク2。いくら血筋がいいからってあんたみたいな薄っぺら最低。本当の馬を育てたいあなたにクラシックロードプレイステーション版絶賛発売中。育ててあげる。バイハドソン。ハドソンニューソフトラインナップ、まず最初にご紹介するのは J リーグ96ドリームスタジアム。スピードからパフォーマンス、戦略に至るまで全てが本物志向。ゲーム中の選手たちは CG でアニメーションさせ、一つ一つの動きがダイナミックで滑らか。巧みなボールさばきやトラップ、フェイントなども実際の選手の動きを忠実に再現。96年新加入の2クラブを加え、 J リーグの熱い興奮を君たちに送る。ハドソンといったらボンバーマン。皆様お待たせしました、最新作スーパーボンバーマン4の登場です。第4弾も楽しいアイデア盛りだくさん。倒した敵キャラが乗り物になったり、キックした爆弾同士がくっついてものすごい爆発を起こすデンジャラスボン。さらにボンバーマン同士が押し合ったり持ち上げて投げつけたりと、今回ももちろん面白さ保証付き。ドラマチック RPG 大怪獣物語の続編がついに登場。多重構造フィールドマップやジオラマチックバトル、わが町システムなど前作で好評だったシステムが大幅に進化。さらにユーザーの選択したシナリオによってストーリーが微妙に変化するシナリオセレクトシステムなど、新しい要素も盛り込んだ大怪獣物語2、乞うご期待。
今巷で大評判のパズルゲームサメガメが家庭用ゲームとしてハドソンから登場。ルールは至って簡単。画面上に並んでいるコマキャラを縦横に2つ以上つなげて消していくという単純にして奥が深いパズルゲーム。コマキャラにはハドソンの人気キャラが夢の大共演。しかも衛星放送対応だから配信されたオリジナルデータでさらに遊び方広がる。ダブルカセット方式も採用したニューパズルゲームサメガメ、いよいよ登場。元気いっぱいいたずら好きの少年ミロンが7つの世界を大冒険。数々のトラップや謎の迷宮がミロンの前に立ちはだかる。みんなに送るファンタジーアクションの登場です。あのアースライトがリアルグラフィックのシナリオシミュレーションに生まれ変わって復活。ハードユニットのデザインには有名メカデザイナー大河原邦芳が担当。シミュレーションファンの君の挑戦を待っている。 RPG ファン待望の空想科学世界ガリバーボーイがセガサターンに登場。近代と中世の入り混じった19世紀の地中海にガリバーたちの大冒険が今始まろうとしている。銀河お嬢様伝説ユナが PCFX に登場。オリジナルビデオアニメをもとに展開するアドベンチャーゲームなどユナファンなら涙を流して喜ぶ内容満載。以上ハドソンからでした。シビライゼーションのテーマは文明の発達と民族の経営です。プレイヤーは紀元前4000年から西暦2100年まで民族の一指導者として戦っていきます。強固な国家と文明を作り上げるためには軍事大国への道もあれば経済大国となって科学技術の最先端を独走する道もあるでしょう。民族の最高指導者としてそれぞれの歴史を作り上げていってください。新たにプレイステーション版としてマップをより立体化させ反応時間を短縮することが可能となり、アドバイス、解説機能などを追加しました。聖なる奇跡が運命の扉を開く。20分を超えるフルスクリーンハイクオリティアニメーション、斬新なニューシステムを搭載した RPG 超大作ミラークルム・ザ・ラストレベレーション。怪盗志願の少年と5人の美少女探偵団が繰り広げるニュータイプのアドベンチャーゲーム。彼女たちのハートもお宝と一緒に盗んじゃろう。怪盗ヒットライにレッツゴー。お嬢様操作も聖剣ラングリッサーと魔剣アルハザードを巡り、世界は再び戦乱の時代を迎える。フルアニメーションで展開するシミュレーション RPG デアラングリッサー FX。 アニメを見て憧れの声優さんの声を聞き、実写映像でその素顔にアクセスできる業界初の声優アドベンチャーゲーム、ボイスパラダイス。PCFX でしか見られない超本格オリジナルビデオアニメと最新アニメ情報が満載。注目のシリーズ第3弾アニメフリーク FX ボリューム3。 PCFX だからできるアニメソフトが続々ラインナップ。これからも NEC にご期待ください。アスキー、アスキー通信96春。まずは時空探偵 DD 幻のローレライ。西暦1939年を舞台に
ドラキュラの血を引く探偵 DD が大活躍するミステリーアドベンチャー。全編ポリコンで構成され、迫力の BGM と豪華声優陣を揃えて怪しい世界を堪能できます。続いてグラフィック、画面効果、BGM、効果音などの素材を使ってオリジナルのサウンドノベルを作れるサウンドノベルスクール。ベストショットプロゴルフ。自分の思い通りのキャラクターを作り出し、プロになるための行動メニューをこなして目指せ史上最強プロゴルファー。ウィザードリーガイデン4。舞台を東洋の地に移して、古くから伝わる三種の神器をめぐる新しい冒険の物語。タワードリーム。サイコロ振って出た目を進み、会社やビルを建設して、それをどんどん大きくしていき、一番お金を稼いだ人が勝ちとなるボードゲームの最高峰。カードや会社の合体などのイベントや、個性豊かな桜玉吉キャラたちの魅力もバッチリ。そして今小学生の間で超ブームといったら、そうミニ四駆。コロコロコミックで連載中のレッツ&ゴーをベースにシミュレートできるのがこれ、ミニ四駆スタリオン。以上、ソフト充実アスキーでした。 Thank you。 ラグザットのプレイステーション参入第1弾は格闘アクションキリングゾーンだ。無限世界を舞台にポリゴンモンスターたちが死闘を繰り広げる。さらにスポーツゲームではイギリスのグレムリン社とナグザットが提携。グレムリン社が開発したインタラクティブモーションテクノロジーによる超リアルなグラフィックは、アクチャーシリーズとしてこれからのスポーツゲームの定番を次々と生み出していく。その実力はアクチャーサッカー、アクチャーゴルフで体験してほしい。ナグザット。川のぬしずり2に続くパックインビデオぬしずりシリーズ最新作、海のぬしずり。アクション、パズル、アドベンチャー、こんなロープレー見たことない。モンスタニア、初めてのアウトドアライフ、佐久間明監修、ほのぼの自然派ゲーム、牧場物語。甲子園がゲームになった。ダイナミックなブラックバス、コマセマキが決め手の船釣り、合わせが勝負のヘラブナ、豪快ファイトのサイパー大物釣りと4種類の釣りが本格的に楽しめる釣りゲームの決定版、フィッシング甲子園。セガサタン版3月15日発売。スーパーファミコン版も近日発売。